ヤクルトのドラフト1位、慶応大学の木澤が仮契約を結びました。最速155キロを誇り、神宮を沸かせてきた剛腕。伊藤智人などがつけたヤクルトの背番号20を背負い、プロの舞台でも腕を振ります。2年目の目標はまず開幕1軍です。1年目から神宮のマウンドで、ヤクルトスワローズのために、勝利に貢献したいなと思っています。スポーツウォッチャーでは今月27日金曜日に裏日本シリーズ裏プロ野球ニュースと題し、ご覧の超豪華メンバーでオンラインイベントを開催します。めっちゃいいメンバーがおってんじゃん、チケットやイベントの詳しい情報はテレ東ほぼほぼ無観客フェスで検索。よろしく。